んにちは。こんにちはでした。おはようございます。こんにちは。何してますか皆さん。何なうですか。今日暑いよね。今日は公園、2階公園です。昼夜。そうね、こんばんはの国もあるからね、ワールドワイドに行かないとね。昼公演前です。 TikTok 投稿してた。 TikToker ですか。昼公演行くよって待ってる。嬉しい。チャリンコナウ。私は今自転車に乗りながらコメントしていますってことですか。あのサンドイッチマンさんのネタみたいな感じですか。お釣りだいぶあったね。お釣りね、ちょっと自販機があるんですけど、1万円札でも入れたんすかね。夢中ライブ公演って見応えあるよね。本当に嬉しい。そんな夢中ライブ公演ももうすぐ終わります。いつか分からんけど多分もうすぐ終わります。来るなら今です。マスカラ教えてほしい。マスカラはずっとあれ使ってる、トゥーフェイスド。でもトゥーフェイスドがね、日本撤退しちゃうから、ネットとかで買えるのかな。ちょっとあのマスカラないと嫌なんですけど。新チームの声も始まるからね。11月でしたっけ。下まつげはね、味方ないんです。生えてないんです、下まつげ。2本 2,3 本しか。マスカラ塗る毛がないんです。前ね、まつげ美容液頑張ってた頃は生えてたけど、もうない。11月9日 M は こんにちは。みんな今日休みですかね。お休みですか。美容液でまつげって入るんだ。めっちゃ生えんで。まあでも合う合わんあると思うけど、ものによるし。最近走ったことある。いやでもライブとかしてたらめっちゃ走ってるよね。曲中にも走ってるし、裏でも走ってるから、ライブとか公演とかはめっちゃ走ってるな。そういう走ってるじゃないか。夜勤ですって、頑張って。頑張ってください。お仕事中ですって、頑張って。一緒ですね。労働だからもう仕事中です。
仕事というかね、仕事といえば仕事でね、仕事じゃないといえば仕事じゃないですけどね、ショールームはね。もう長袖着てる、もこもこのニット着てます。仕事の合間に仕事してます今ここ職場なんでね、タイムカード切ったタイムカード制じゃないんでね、タイムカード制やったらねいいんですけどねタイムでね出ればいいんですけどねみんなもご苦労様です。寒がりさんだからもう寒いよ、ニット着てても冷房が。今日はちょっと15分経ったらすぐにやめますねすぐにちょっと準備がいろいろと、久しぶりの公演やからさ、なんかいろいろ忘れててさ、ライブでやった曲とかもあるからごっちゃになっちゃっててやばいかも15分経ったらもうすぐにやめますランキングを読んですぐにやめます。切っちゃうのは寂しいけど寂しい方は公園でも見てください。あと8分 OK、 早く劇場で渚サイコー見たい。いつからやろな、韓国では赤ちゃんミカナと呼ばれる。どういうことどういうことですか、赤ちゃんミカナ、赤ちゃんミカナ、なんですかそれは。写メ会行きます、嬉しい、待ってる。なんか写メ会とかみんなさ当たらんかったって言って教えてくれるけど、なんか完売があまり出てないのは何なんでしょう。嫌がらせですか、そんなミカナ、ミカナだ、ミカナにだけ、ミカナそんなピンポイントにミカナだけやることある、ミカナが嫌いやから。この TikTok で毎日見てるからダンス覚えてしまった。お、じゃあ一緒に踊りましょう、投稿してください嫌がらせか、ほななんか気が楽になるわそう思うとなんかもうみんなあの応募するだけしといて別にいいやみたいな、支払わんでいいやとか思ってたらそれは悲しいけど、嫌がらせって言われならまあいいですね別に気が楽っすね。クマ。ポポポ。今から入るよ、劇場ですか？劇場来る方ね、今日も暑いんで気をつけてください。太陽カンカンでした。嫌がらせで来た人は当たらんのは、そうね、それはそうね、ムカつくけど、でもさそんなさ
あの本当に行きたいと思ってくれてる人が当たらんくなるくらい、あのそっちの人が当たってんの？どういうあれやろ。そんなにさ、そもそも来る気ないのにそういう目的で応募してる人が当たるって、そんなことあんの？そっちの数がめちゃくちゃ多いってこと？そういうことかな。どういうあれなの？アカウントいっぱい作って、あ、そんなことできるんや。執念すごいな、それ。いや、みんなめげずにね。めげないめげない。みんなが上回ってください、数を。キモすぎる。おもろい、おもろい。おもろ。アフリカでは神ミカナと呼ばれています。なんなんその他国でのミカナシリーズ。なんなんですか。赤ちゃんミカナと神ミカナ。何このバナナみたいなギフト。バナナじゃないか。前髪が伸びた、切ってないからないけど、なんかちょっと前髪の量減らそうかなとか思っててさ。いやでもな、前髪多いの可愛いよな、やっぱりアイドルって。あと1分だよって。着替えて練習して、ちょっといろいろしないと。うん、なんかもう何しても可愛いから好きになって。本当に何しても可愛いか。ランキング読み始めて、うわ優しい、みんな優しい、もうみんな大好き。じゃあランキング読みますね、あと1分とのことなので。13位、青夏さん。12位、野原しんのすけのすけさん。11位、みかな大好き、みかなも大好き。10位、130133。9位、さとくんさん。8位みゆちゃん、7位エレンちゃん、6位しきさん、5位 NG さん。NG なんですね。4位みよっち、3位まりちゃん、2位ポムちゃん、1位さとさん。ありがとう。え、なんかかわいいキティちゃんのアバター。あ、ほんまや、15分経った。ありがとうございました。絶対前髪うざったくなるよ、この長さ。切ろっかな。じゃあ公演準備してきます。来ない方は DMM なんかもね、配信がねあるのでね、ぜひ見てくださいね。ちょっと今日ね、どっかの公演、夜公演前か、もう夜終わってからで、ちょっとあの
ルームズの配信もするつもりです。ミカニャンルームの配信もねするつもりなので、ちょっとはい、その時は来てください。バイバイ、ありがとうございました。